超楽しい。おい、外れ、最高のボール。え、これですか。いや、この感じだとやりたいです。ウェイ、うちのチームキーパーおらんの多い。シーン入れてよ。上がりたりが多いっす。上がりたりがうずうずしちゃう。いや、分かるの3月の最終週です。だから多分もうそっからは毎日酒漬けですよ。アルコールの日々が続きます。そっから転勤やったらいろんなグループの送別会やってもらえたらたまんなく酒漬けになります。仕事は、今のところついてきますね。僕は別に単身でもいいんですけど、不安なんでしょうね。僕は遊びすぎる。危ない。当たると思った今。お前が当たるんじゃないか。めっちゃガードしてくれて。いや、ウイさん、僕もそれぐらい当たると思います。ウイさん、当てれていいよ、これは。全国どこでも可能性ある。ありますね、一応。まあ都市圏ばっかりですけどね。一番近くて広島ですね。一番遠かった札幌。札幌のあの雪とか見てたら絶対住みたくないですけどね。東京いる時、同級生が札幌転勤になってる。はい、辛そうでしょうね。雪下ろしとかできへんしな。なんかその道民のメンタリティもなんか違う。道民のメンタリティ。どう真面目なんですか。そんなにすぐ有効的じゃない。そうなんですか。閉鎖的な感じ。僕そんなとこゴリゴリ入っていきそうです。嫌われるかな。食いもんだけやったらね、福岡の次は絶対僕石川に行きたいです。金沢に行きたいですよね。はい、そうそうそう、日本海の魚絶対うまいでしょ。ただ日本海側の人って陰気な人多いらしくて、日照量が少なくてなんか曇りばっかりなんですって。気持ちが曇ってくるらしいですよ。沖縄の人は陽気。そうそうそう、そういう感じですよ。陰気な人だとちょっと友達になれないかもしれない。会社とかだったら左足を今の普通にさ、自分の趣味の範囲だったら、はい、あんまりない。いないですね。避ける。避けます。僕結構避けます。本当好き嫌いはっきりしてるんで。
おおお出てねえのか出てねえすげえおはいできますナイスクリア。あーしんど。何ゲームですか？バカじゃないですか。やりすぎ。ゴーってすごいっすね。やったことないわ。マジでやばい。腕の方がやばいっすね。あれなんだよ。そうそうね。こう。右上半身右側で下半身左側ですよね。そうそうそう大体ここに座ってる。あーキーパー何番のやつでやるんですか？アッキーさん11番。あー一緒ぐらい。ラストはあ親指抜いて。あー僕もなんかできるときはできるんですけどね。